はい、おはようございます。私から、今日は何件かございます。一つは霊感商法に関して、霊感商法等の悪質商法への対策検討会、これを立ち上げるということをお知らせをしておりましたが、消費者庁において、対策検討会を開催をいたします。霊感商法などに関する消費者庁のこれまでの対応をしっかりとまず検証していただいて、被害の未然防止、被害の救済、事業者への対応、こういったことに、最近の動向を踏まえながら、委員の方に積極的にご議論をいただきたいというふうに思っております。座長は東京大学名誉教授の川上昭司さん、これはかつて消費者委員会の委員長をこれやっていただいておりましたが、7名の有識者、菅野弁護士の菅野さん、弁護士の紀藤さん、消費生活相談員の田浦さん、立正大学の西田教授、中央大学の宮下教授、国民生活センターの山田理事長、それから弁護士会の吉野副会長、この7名に委員として参加をいただきます。オンラインで8月29日の5時半からの開催を予定をしております。毎週積極的にご議論をいただいて、速やかに結論を得たいというふうに思っております。詳細については消費者庁の方からご案内をいたします。2つ目が、これも消費者庁の会議ですけども、消費者法の現状を検証し、将来の在り方を考える有識者懇談会、これちょっと長いんで、なんか短い名前を今考えてもらってますが、この懇談会、これは国会の審議の中で、付帯決議で消費者庁のありか消費者法の在り方を抜本的に見直せというようなお話がございました。高齢化が進んでいる日本の社会の中で、また、これまで消費者は合理的な行動を取るという想定でやってまいりましたけども、どうも最近の研究では消費者は必ずしも合理的な行動を取ってないよね、取れないんじゃないか、それからご高齢の方が増えるということで、なかなか平均的な消費者像というのが、ぼやけてきている中で、また、オンラインショッピングをはじめ、デジタル化が進んでいる中で、一度この消費者法の在り方を、新しい消費者を取り巻く環境に合わせて抜本的に見直す必要があるかなというふうに思っております。これは8月30日に有識者懇談会を立ち上げまして、コアメンバーのもと、幅広い分野の有識者、あるいは実務家の方からヒアリングをしながら、今後の消費者法、それぞれの法律の改正などを検討をしていただきたいと思っております。現状はどうなのか、将来に向けて何が必要で、何を実現すべきなのか、そういう根本的な議論をしていただきたいと思っております。これは少し時間がかかると思いますが、それでもスピーディーな議論をお願いをしたいと思います。3つ目、これは国家公務員制度担当大臣としてですが、今日閣僚懇談会で、職員の働き方改革の観点から、常勤職員と非常勤職員、特に基幹業務職員、それぞれの職責に応じた適切な業務分担をお願いをすると同時に、基幹業務職員に、今、一般職、総合職が行っているルーティンな業務を切り出して、基幹業務職員にしっかりと任せることができるように、概算要求に取り入れていただくようにお願いをいたしました。もちろんその前提として、
常勤職員が行っている業務内容を精査をし、効率化をしっかりやってもらう、その一環としてルーティンの業務について基幹業務職員に任せていく、そういうことを進めていただきたいと思っております。詳細は内人局にお問い合わせをいただきたいと思います。それからもう一つ、これも国家公務員制度担当大臣としてですが、おととい、人事院の川本総裁にお目にかかって、人事院勧告報告について意見交換をいたしました。その中で国家公務員の人材確保が喫緊の課題であり、そのためにも長時間労働の是正が極めて重要であるという認識で一致をいたしました。で、特にその中でも国会対応の業務の改善が必要だ、ということで、もちろん人事院としても国会対応業務に関する各府省の実態把握を努めていくけども、政府としてもこの国会対応業務の実態の把握をお願いをしたいというお話が総裁からございました。国会対応業務について、そういうことで政府としても実態を把握すべきものとして、人事院と連携して、実態把握を行うよう内閣人事局に、指示を出したところでございます。まあ、これをどのように実態把握をやっていくのか、これは速やかに検討させていきたいと思いますが、この業務の中で何が超過勤務の要因になっているのか、これはしっかりと明らかにしていきたいというふうに思っております。これから詳細検討をいたします。はい。デジタル大臣としてマイナンバーカードの普及をお願いをする、あるいは利用活用を国民の皆様にお願いをするメッセージ動画を作成をいたしました。マイナンバーカードがどれだけ便利になっているのか、マイナンバーカードでこんなことができるようになっているよ、あるいはこれからこういうことができるようになるよということをしっかりとお知らせをして、マイナンバーカード便利だな、そう思っていただいてカードを取得しようという方が増えるように、メッセージを出しました。今日の3時に、デジタル庁のホームページで、公開をし、またデジタル庁のツイッターなどでもお知らせをいたしますので、ぜひメディアの皆様にも周知ご協力をいただきたいと思っております。それからこのマイナンバーカードを普及するにあたって、やっぱり自治体のご協力が大事です。平日の9時5時にマイナンバーカードを取りに来いっていうのでは、それは取りに行けないよという方もいらっしゃいますし、こういうサービスが今できるようになってるんですよと言っても、その自治体がそのサービスに対応してくれていないと、そういうサービス受けられないということになりますので、自治体の協力をいただくために自治体の首長さん、あるいは職員の皆様に向けたメッセージ動画も作成をいたしました。これについては今日自治体にお送りをしようと思っております。今月の23日にはカードの申請率が 50% を超えて、国民の2人に1人はカードを申請をいただいている状況です。今年度中に、このカードが全国民に行き渡るようにしたいというふうに思っておりますので、積極的にこれからもカードの普及利用の促進、頑張っていきたいと思っております。それからデジタル大臣としてもう一つ、デジタルの日、これは今年は10月の2日と3日がデジタルの日、2日3日がデジタルの日って私もちょっとあまり納得いってないんですが、とりあえず2日3日ということで、今年は10月をデジタル月間ということにしますので、デジタルの日の公式サイトというものを、とりあえず作りました。今日の5時に
公開をすることとしたいと思います。デジタルの日については、350の企業団体に賛同をいただいておりますので、公式サイトで、賛同いただいた企業団体の、デジタルに関する取り組みをご紹介をしていきたいと思っております。また10月の2日にオンラインで、デジタルの日に関するイベントを、やろうと思っております。またデジタル化に貢献した、方々を表彰をする、グッドデジタルアワードというものもやりますので、そういう情報も順次更新していきたいと思っております。今日の5時、ぜひアクセスをしてみていただきたいと思います。はい、それではご質問ある方、チャットか挙手でお願いいたします。はい、読売重松さんお願いします。読売新聞重松です。よろしくお願いします。霊感商法検討会についてお伺いします。詳細は消費者庁からということだったんですけれども、すみません、お伺いできればと思うんですが、報告書などをまとめるのか、あとスケジュール感を伺えますでしょうか。あともう一つ、菅野志桜里さんを入れられた狙いも伺えますでしょうか。はい、何らかの報告書、提言をまとめていただこうと思っております。なるべくスピード感を持ってやっていただきたいと思っておりますので、毎週、私は週2回程度やってほしいなと思っておりますが、結構メンバーお忙しい方なんで、日程調整をしながら、毎週議論を積極的にやっていただきたいというふうに思っております。委員に選んだ皆様については、それぞれのバックグラウンドが、この今回の検討会の議論に資すると思われた方にお願いをしているところでございます。すみません、報告書の時期というのは、いつ頃というのはありますでしょうか。もうできるだけ速やかにと思ってます。分かりました。ひとまず大丈夫です。すみません。はい、NKBP 長倉さんお願いします。 NKBP 長倉と申します。聞こえておりますでしょうか。はいはい、 ありがとうございます。マイナンバーカードの利活用の促進についてお伺いします。昨日の経団連の要請の時に、大臣から冒頭でそのマイナンバーカードの JPKI 公的個人認証サービスでの企業活動便利になってくると利用を促すご発言があったかと思うんですけれども、その一方で企業からはマイナンバーカード の利活用、結構企業側にとってコストの負担だったりとか使い勝手悪いという話もあるんですけれども、この点企業での利活用を促すために、デジタル庁だったり税理士だったりで何か取り組みとか考えられていることあったら教えてください。そうですね、来年早々にもマイナンバーカードのスマートフォンの搭載というのをやります。そういう意味で非常に便利になると思いますし、これを使うための手数料をできれば無料にしたいというふうに思っております。一件ずつやるのは、システムの負担にもなりますが、当面は両方とも無料にして、そこから先はちょっと考えなきゃいかんかなと思っておりますが、コスト的に負担にならないようにそこはしろという指示をしておりますので、しっかりやっていきたいというふうに思ってます。ありがとうございます。すみません、手数料の確認なんですよ。これ税理士での執行情報確認の手数料のことでよろしかったでしょうか。電子証明書の何て言うんでしょうか、これを使って住所その他を最新の情報にしていく、やり方が今一件ずつ問い合わせるやり方と どさっとやるのと2つありますが、できれば当面は両方とも無料にしていきたいというふうに思っております。はい、ありがとうございます。なんかこれが問題だというのがあったらですね、これがめんどくさいぞというのがあったら、もう遠慮なく言っていただければどんどん直していきたいと思ってますので、ぜひ積極的に、クレームを上げていただくといいかなと思ってます。はい、よろしいでしょうか。では、産経新聞大坪さんお願いします。
もしもし、聞こえますでしょうか。はいはい。はい、よろしくお願いします。先ほども動画を上げるということをおっしゃってたんで、そういった流れになるかとは思うんですけど、デジタル庁がどうしてもこう存在感があまりないというか、であとどういったことをやっているか、どういうふうに役に立っているかというのも、もう1年経つんですが、あまり高まってないと思うんですけれども、発信力の非常にある河野大臣として、今後どういうふうにですね、存在感を高めたり、デジタル庁ってすごいというか、役に立ってる、国民生活に役に立ってるんだぞっていうのをどういう示していくかについての、いろんな構想とかをお聞かせください。別にデジタル庁の存在感が高まる必要は全然なくてですね、世の中がなんか便利になったよねって思ってくれるのが大事なんだと思います。それをやってるのが、デジタル庁だなんていう意識が別に国民になくても、なんか生活が便利になったし、デジタルって便利だよねってこう思ってもらえればいいんだろうと思いますんで。何もデジタル庁すげえとかですね、なんかデジタル庁がドーンと霞が関の真ん中に座ってるぞっていう必要もなくて、そんなことをやってる暇があったら世の中便利にしようぜっていうのが大事だと思います。いろんなサービスの提供をしますが、最終的にそれをこれもうちでやってみようと思ってくれるのは自治体だったりというのがありますから。自治体が、便利な、今ももうできるサービスをどんどん、使って、もらうっていうのが大事なのかな。で、それは別にデジ庁が前に出なくても、デジ庁が後ろで、これやったら便利ですよっていうのを自治体に、言ってもらえればいいという話なんで、あんまり、デジ庁がどうこうということはないと思いますが、もうじき9月1日ですか、デジ庁できて1年なんで、デジタル館にデジ庁1年、こんな感じでいったよねっていうのは、とりあえず取りまとめをして、発信はしっかりやってもらおうとは思ってますが、大事なのは世の中が便利になることだと思ってます。ありがとうございます。はい、日本書式経済新聞の、相川さん。日本消費経済新聞の相川です。よろしくお願いいたします。霊感商法検討会の件なのですが、この趣旨のところが、消費者被害の発生及び拡大の防止を図るための対策等を検討するとなっているところが、私、素晴らしいと受け止めました。で、実はですね、8月23日の、立憲民主党の旧統一教会被害対策本部でですね、刑事事件の立件、被害防止を防ぐための政治家による関与の排除、宗教法人法による解散命令、どこまでが対象になるのかということを、法務省の省庁連絡会議がどこまでを対象にしているのかという質問が出たのに対してですね、法務省はですね、刑事事件の立件までは対象だけれども、被害防、まあ個別の被害救済が対象なので、被害防止のところの、解散命令であるとか、政治家の関与の排除は対象にしないというふうに回答しました。で、消費者庁が所管法でできるところは限られているとは思うのですが、所管法を超えた必要があれば検討もするということなのでしょうか。消費者庁の仕事は消費者を守ることですから、今あるものを積極的に使っていくのは当然ですが、消費者を守るために必要なものがなければですね、それをどうするっていう議論はこれ当然にやらなければならんと思います。はい、ありがとうございます。はい、次、本田さん、お願いできますか。社名をお願いいたします。テレビ朝日の本田です。お疲れ様です。聞こえますでしょうか。はい。
よろしくお願いいたします。霊感商法の検討会についてお尋ねします。これどういった内容を具体的に議論するのかというのと、どこまでこの消費者契約法における霊感商法の中でできるのか、また今話題になっている旧統一教会の問題にこの検討会は切り込むことができるのか、それとも一般論としての検討を行うのかを教えてください。これもさっき申し上げた通りで、霊感商法などに対する消費者庁のこれまでの対応をまず検証した上で、被害をいかに未然に防止をするのか、被害の救済をどうするのか、事業者への対応をどうするのかということをしっかり議論をしていただきたいと思っております。消費者契約法にとどまらず、これ特定商取引法とか、さまざま消費者庁の所管している法律がありますので、そうしたものを使って、何ができるのか、何をしなければいけないのか、そういう議論をやっていただきたいと思っています。ありがとうございます。旧統一教会の問題に切り込めるのかという点についてはいかがでしょうか。申し上げているように霊感商法などこの消費者が被害を受けているものがありますから、それについてどうするのか、今後そうした被害をどうやって未然に防止をするのか、救済をどうできるのか、そういうことを議論していただきます。わかりました、ありがとうございます。はい、朝日新聞寺田さんお願いします。ありがとうございます。朝日新聞の寺田です。私も霊感商法の検討会について教えてください。12日の就任会見の時に、大臣、近年は霊感商法から寄付商法に移行しつつある中でとおっしゃいまして、寄付商法と呼ぶその思いとして、今後その検討会の方で過剰な寄付とかその高額献金も規制できないかっていうところを考えて欲しいと思っているのか、そのような規制が必要だと考えているのか、教えていただけますでしょうか。はい、霊感商法というのは消費者契約法の中で、謳っているわけですが、それに当たらないようにどうするのかというような動きが あったからこそ、さまざまな被害が出た部分というのはあるんだろうと思いますので、被害の未然防止あるいは今後のことを考えたときに、どうするのかというのはこれは議論をいただくことになるんだろうと思います。一般的な寄付というのもありますから、そこはどういう寄付をどういうふうに切り分けができるのかどうかというようなことを含め、専門家の皆様にまずは活発にご議論いただきたいと思います。ありがとうございます。はい、ちょっと読売新聞さん2回目なんでちょっとすいません、後に回させていただきまして、東京新聞山口さんお願いします。東京新聞の山口と申します。聞こえてますでしょうか。はい、先日ですけれども、岸田総理大臣がですけれども、原発政策について、推進していくという方向に、転換される話が出ています。河野大臣としてですけれども、かつて脱原発も訴えられていたと思いますけれども、今回の岸田総理大臣について の, 方針についてお話を聞かせていただければと思います。よろしくお願いします。担当大臣にお尋ねください。わかりました、ありがとうございます。チャットに書き込まれています朝日新聞渡辺さんお願いします。聞こえますでしょうか。朝日新聞の渡辺と言います。はい、すみません、私もですねエネルギー政策の関係で聞こうと思っておりました。総裁候補と見られる河野大臣が重要政策をどういうふうに考えていらっしゃるかっていうのは国民の関心が非常に高いと思ってまして、それについてお尋ねしようと思ってました。お答えいただけないでしょうか。担当の大臣にお尋ねください。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、毎日新聞寺町さんお願いします。毎日新聞の寺町と申します。聞こえているでしょうか。はい、
霊感商法の検討会の件でお尋ねしたいんですが、冒頭のご発言の中で、検討事項として、事業者への対応というお言葉があったかと思うんですが、これは、例えば事業者に何か規制をかけるとか、大臣として今想定されていることはありますでしょうか。専門家の皆様に入っていただいておりますので、まずしっかりと皆さんに、委員の皆さんにご議論をいただきたいと思っております。その際になるべくスコープは広くしていきたいと思っております。ありがとうございます。読売新聞石井さんお願いします。はい、読売新聞の石井です。今回の、すみません、私も霊感商法の検討会についてなんですけれども、まず確認をしたくてですね、事業者への対応、この事業者というのは、当然その、いろんなその、団体とか、会社法人等もあると思うんですけど、これは宗教法人も含めた意味での広い意味での事業者という理解でよろしいんでしょうか。それと2点目としてですね、今回のその検討会はオンラインで行うということですけれども、それはいわゆる非公開で行うのか、それともいわゆる、取材等が傍聴等ができるのか、また終わった後にブリーフィングやですね、中間報告などで随時議論の過程を公開していくというお考えはあるのか、この辺の進め方について教えてください。以上です。はい、事業者というのは事業者ということで、特に、何か制約があるわけではありません。検討会は原則オンラインで、やりますので、インターネット上で、公開をしますので、一般の方も視聴可能になってます。はい、ありがとうございました。はい、お待たせしました。読売重松さんお願いします。すみません、読売新聞重松です。3点ほどすみません。まず1点目がですね、マイナンバーカードほぼ全国民に普及という目標の期限についてなんです、目標についてなんですが、この期限まで残された時間わずかだと思うんですけれども、このさまざまな施策を打って、ようやく5割に届いたところだと思うんですが、この目標というのは達成が可能なんでしょうか。この目標を堅持されるんでしょうか。もちろん。わかりました。すいません、2問目なんですけれども、デジタル推進委員などデジタル弱者対策について伺います。マイナカードをマイナポイントにしてもですね、やっぱり自分からアクセスできない方だったり、さらにアクセス自体をしようとしない高齢者だったり、デジタル弱者が多数いると思いますし、私自身もそれを間近で見ていて不安に思っています。やはり誰一人取り残されないという目標を掲げている以上、現行施策よりもさらに踏み込んだプッシュ型の施策が必要と考えるんですが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。誰一人取り残さないためにはですね、デジタル、例えばスマホを使えないという方、デジタル技術を使えないという方、これ当然いらっしゃいます。そういう方はもう窓口に来ていただければ、窓口で対応がしっかりできる、そういうことになりますが、その際この窓口で、いちいち書類をいっぱい書くということではなくて、今北海道の北見市がやっているようなスマート窓口のように、窓口に来ていただければ、もう市役所のそれぞれの部局がデジタルで連携されているんで、申請書を書いたりしなくても物事を申請できますよ、そういうやり方というのはこれあると思います。何も申請する側がデジタルを使うんではなくて、申請する側が窓口に来てもらえば、受ける側がきちんとデジタルで連携をして世の中が便利になるっていうのがあると思いますし、これも北海道サラベツ村だと思いますが、もうとりあえずスマホ配っちゃう、ご高齢のスマホ持ってないよという方にもスマホを配っちゃって、スマホをこういうふうに使うんですよ、やってみたら簡単だね、じゃあとりあえずカラオケ予約してみるかみたいなこともあると思いますんで、やりようはいっぱいあると思います。大事なのは
便利になるところはどんどん便利にしてもらう、ああ便利になってるんだったら私もやってみようと言って、どんどんそのサービスに、みんなが乗ってきてくれる、いや俺スマホ使えないよ、俺デジタルよく分かんないよという人も、もう最悪はアナログでしっかりとすくい上げる。でその際アナログの受ける側はきちんとデジタル技術を使って、アナログで申請する人もはるかに便利になるっていうのが、これからのあるべき姿かなというふうに思ってます。ありがとうございます。もう一点最後になんですけど、この間のですね、総理面会等々についてちょっとお伺いしたかったんですが、わざわざ官邸に行かれて、で公邸にいらっしゃる総理と、オンラインでつないでると、ちょっとやや私シュールに思うんですけれども、この現状ってどういうふうにご覧になってますでしょうか。コロナに総理感染されてますから、直接面と向かってっていうわけにはこれはいかないんだと思います。機微な話をする際に、こっち側の一人で入って、総理も一人でやってますっていうのが、簡単に担保できるやり方というのは今のやり方なのかなというふうに思っています。記者会見のように大勢の人が、入るものだったら、今の私もズームでやってますが、これ何？あ、Teams か、Teams でやってますが、ちょっと機微な話というやり方は、いろんなやり方があるのかなと思います。やはりそれは各省庁と官邸もしくは公邸を結ぶ、例えばオンラインセキュリティ上の問題はあるのかもしれないと思うんですけれども、でかつ今整備を進めていると思うんですが、そういう形には早々はならないということですかね。こっち側が一人ですと言ってもカメラに映ってないところに誰がいるかわからないというような状況もありますから、そこはいろんなやり方があるんだろうと思います。それは会議の内容のレベルによっていろんなことが考えられるのかなと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、あと2名手を挙げていますけれども、手の時間にお願いいたします。小泉さん、お願いします。新聞の小泉です、よろしくお願いします。霊感商法について私もお伺いさせていただきます。先ほどですね、寄付について質問がありましたけれども、その観点で野党のですね、ヒアリングなどでも担当の課長がお答えしている範囲を聞いて、寄付に関わる行為というのがですね、規制の対象になるのかどうかというのは非常によくわからないというか、どちらのかなという感じがします。で大臣としてですね、このやはりこの寄付というものが規制の対象になるのかどうかというのがやっぱりはっきりしないというふうにお考えなのか、なのでその上で検討会の上でそういう整理をしていただきたいというふうなお考えなのかどうかというところを確認させてください。よろしくお願いします。寄付にもいろんなものがあると思います。例えばお寺の本堂を、改築しなきゃいけないから、檀家さんみんなで寄付をするみたいなものもあります。その際檀家総代、じゃあ総代が1000万出すから、法画帳を回して、それで本堂を何年ぶりに建て直したみたいなことは日本中今でも行われているわけですから、一口に寄付と言っても、いろんなものがある、その中で、何ができるのかということはしっかり議論していただく必要があるかなと思います。ありがとうございました。はい、最後に日本少子経済新聞、相川さん、申し訳ありません、手の時間にお願いします。はい、すみません。はい、すみません。消費者法の現状を検証し、将来の在り方を考える懇談会について一つ質問させてください。実は消費者庁の検討会の方でですね、2度の検討会、2年4ヶ月 の検討を経てですね、消費者が合理的に判断することができない事情を不当に利用した場合の付け込み型不当勧誘取消権というのが結局全国会で実現できなかったという背景があって、この懇談会を立ち上げてくださることになったのだと思うのですが、国会の中ではですね、骨太の議論をしなくても今の契約法でできるんじゃないかというご指摘もかなりありました。でこれを早急に、
創設する必要があると思うのですが、これを急ぎやっていただけるのかと。でこれに時間がかかるということであればですね、特定商取引法などでですね、まあ、あの若年成人の、まあ、マルチ商法であるとか、まあ、認知症高齢者のだけに被害が増えている訪問販売とかですね、電話勧誘に対して急ぎ規制をかけていく必要があるのではないかと思うのですが、この2点についてお考えをお聞かせください。まあ、あの早急にやるべきものは早急にやるし、抜本的に見直すものについては抜本的な見直しに向けての議論をしていただくということだろうと思います。はい、ありがとうございました。はい、多数のご質問ありがとうございました。本日の会見これで終了いたします。ありがとうございます。